最強60億人のうちたった一人だけに与えられる称号をめぐり、これより主役たちの登場。無冠の最強戦士ミルコ・クロコップ。戦場で生まれ育った少年は超人になりたかった。頑固一徹に正義の道を行きたかった。強くなりたかった。力を手にしたかった。そして少年は英雄になった。しかし彼の心は乾いたままだった。誰から見ても超人といえるミルコ。しかしたった一つ彼に足りないもの、それがチャンピオンベルトというシンボル、世界最強という称号、自分が生きてきた道の証明。クロアチア国民の期待を背に60億分の1の可能性に挑む、その思いは届くか。アルティメットドンキーコング、ケビン・ランデルマン。アメリカレスリング界が生んだ突然変異のドンキーコング。超人的なスピードと反射神経を武器に暴れ回る。見よ、このしなやかなドンキーコングの膝蹴り。そして喜びのハイジャンプ。全身バネ男がミルコとの超人バトルに臨む。コーカー、 You got everything. Because if he loses to me, he drops all the way down and he's got to build his way back up. ターミネーター、ドンキーコング、超人類たちの共演。人類最速バトルが今始まる。出るか、プライドグランプリ1回戦、ミルコ・クロコップ VS ケビン・ランデルマン。プライドグランプリ2004、ただいまより本日の第6試合を行います。 And now for the 6th match。 青コーナー、ケビン・ランデルマン選手の入場です。最強超人対決、ホモサピエンスを超越した超人類、ケビン・ランデルマンの登場です。ストリートファイトに明け暮れたあの頃、肉体に刻まれる傷の一つ一つが彼の勲章でした。しかし今は違います。アスファルトから四角いジャングルに戦いの場を移したケビン・ランデルマンにとって、ただ一つの勲章はプライドグランプリを制することのみ。人間離れした身体能力と野生の闘争本能、人類が生み落とした最強超人、アルティメットドンキーコング、ケビン・ランデルマンが埼玉スーパーアリーナ所狭しと跳ね回ります。今夜も戦いたくて飛び跳ねる、殴りたくて飛び跳ねる、今夜の獲物は国会議員、嬉しくって飛び跳ねる。